自分の殻縫うのが一番無理だわ。消毒とかまでなんてできるけど、縫うってやばいよ。医者はみんな自分でやってんの俺、まあ、治してくれる人いないしな。これ引っ張るんでしょ多分。あきつそう、これを自分でやらなきゃいけないってのがきついよね。まあ本当だと病院とかでさやってもらうけど、でも病院でやってもらうのもきついけど、絶対痛えよ。で縫合するんでしょこれ。まあ、俺はボタン押してるだけだけどね。これが本当のネイキッドスネークってやつか。ちょっと寝よ、2日間ぐらい。1ヶ月くらい寝ないと多分治んないよ体。あ、一応ちゃんとそれやるんだ。この腕の肩掛けみたいなやつ。よくやったわ。今から迎えに行く。そこでじっとしてろ。回収気球を投下する。設置できるか。確かに水没しても無線が使える。一人称視点。てか、あれだよね。何それ。それは何。ああなるほどなるほど、これあれか、これがソ連のやつか。シャゴホット、シャゴホットも取っていけるんだこの人たちは。まあ一応自分の国だし好き勝手できるんだろうな。あ、なんか手振ってくれてる。無事だぞと。あ、このすげえ視力だな。兵隊はそんなに視力いいの。へえ、軍人か。目良すぎない、絶対見え。あ、まあ、見えるのかな。でもなんかザ・ボスとは何らかの因縁がありそうだな、うん、出た雷おじさん、雷おやじと呼ぼう。あ、オセロットなんかやってる。やっぱオセロット殺しときゃよかったな。核弾頭。なに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 。え、なに今使うの。これでいい。大成功。さすがはザボスとコブラ部隊。シャゴホットもソコロフももらった。何こいつ、美人がいる、美人が。この女はどうします。何者だ。ソコロフの女らしい。へえ、ちゃんとこっちはこっちでそういう、うん、作ってたんだな、そういう相手を。クソ美人だし、やっぱいい仕事させるためにはいい発散をさせなきゃいけなかったのかな。私がいただく。変な気を起こすな。何それ、自殺用の薬とか。何それ。キス・オブ・デス。へえ、口紅型拳銃。工作員なのかな。だきゃあもういい。グルーと KGB となんとかみたいな。これ内部の構想もあるってのかな。ちょっとややこしい。てかアメリカ的には潰し合わせときゃいいってとこなんではないのか。そうだな。まあでもほっといたらなんか核使い始めるとか言ってるしな。早速この手土産を使う。使うの。嘘だ。ちょ待って待って待って。
敵対しているとはどうしてですか。私は撃つのではない。これは亡命したアメリカ人、あの女が。そんな身一つでさ、身一つで核撃つってやべえだ。体吹き飛ぶぞマジで。大佐なんだこいつ。あーあーあー撃ちまったよ核。これさ、アメリカ的には本当潰し合わせときゃよくない？本当に。え、だってこう内部で勝手に核撃ってさ、自滅してんだからさ、よくない？これスネーク大丈夫なの？ああ、もうダメだ。ああ、もうこれ体ぐっちゃぐちゃになっちまうよ。ああ、大丈夫だった。かなり遠くでの出来事だったのか。これスネーク大丈夫なのか、こんな体めっちゃ露出させてるし。ああ勝手にやらせときゃいいのにね、中で。大変なことになっちゃったよ。はい、セーブします。ここでオープニング？もしかしてこれがオープニングかな。まだ俺チュートリアルだったの？いや、もしかしてその可能性あるな、うん、ボスはボスでもザ・ボスしか出てこなかったしな。はい、じゃあやっていきましょう。メタルギアソリッド 3D スネークイーター。これヘビの骨か、これ。武闘派な007みたいな。これエンディング？これエンディングだったらちょっと俺もう全クリなんだけど。おしゃれだなでもてか、ね、多分画質的には多分プレステ2よりね、画質いいと思うんだよね、 3DS の方が。だ、画面ちっちゃいから迫力はには欠けるけど、うん、まあ、どうせ俺ニセトロでキャプチャしてっからあれだけどね、うん、まあ、ぶっちゃけプレステ2より多分画質いいんじゃないかな、うん、おしゃれだね。お疲れ様でした。今までご視聴ありがとうございました。これにて核爆弾で世界が集結しました。ありがとうございました。それでは次の実況でお会いしましょう。この雷のやつとかただ核撃つためだけに出てきたみたいな感じになっちゃうじゃないですか。 DS すごい綺麗だよ本当に。なんかそんな機銃に乗るとことかもあるんだ。なんかシーンがちょっとずつ映されてるけどね、さすが神作品だったんだよ小島秀夫。ほんとなんか小島さん、小島監督のこのすごいすごいな。なんかステーキーだー、スネークイーターって言ってんじゃん。スネーキーラーっつって。行くか。じゃあ行きます。ワンウィークレイター。北海道って見えた。北極海上空。上空。現在、北極海上空。高度3万フィート。ソ連上空に接近中。まもなくドローン射出ポイントに到達します。ドローン、ドローン、油圧、電圧ともに正常。
先読みしてんな。 A ロードへの酸素供給は正常。 A ロード用防寒装置への電力供給異常なし。ガストなし。現在ドローン切り離し問題なし。いいか、今回はヘイロー効果は無理だ。前回の作戦以来空域の警戒が厳重になった、マーチャスミッションの時のように上空へは近づけない。よって最新鋭の兵器を使う。スネーク、これはアラン・シェパード並みの栄誉だぞ。これが最後のチャンスだ。愛国者だから、前回の作戦は失敗したってことだよね。あの博士連れてこれなかったから、だから全然静粛なるミッションは失敗しなかった、成功しなかったと。ICU に入院した感想は、セビロの連中に面会時間を教えてやってくれ。昼も夜も質問攻めでは治る傷も治らん。軍上層部の事情聴取だな、尋問だ。奴らによれば俺はザ・ボスの亡命を助けた売国奴らしい。まあ師匠だしな。連中には処分する対象が必要なんだ。あんたはその対象に、お互いヒーローにはなり損ねたということだ。じゃあなんか鉄砲玉みたいな感じで捨て駒として使われちゃうのかな。いや、フォックスはまだ狩られない。狩られない。今日来たのは、そう、我々フォックスの汚名を返上するためだ。なんだって。状況が変わったんだ。まだ我々が生き残るチャンスはある。ちょっと無理難題だけど、できればいいよみたいな。ハマキでもどうだ。ハバナだ。病人にハバナ吸わせてるし。今朝 CIA 長官から呼び出しを受けた。こ北海道だったら確かに普通の飛行機に行けるから、ね、いいか、よく聞くんだ。昨日ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。ジョンソン大統領閣下。ええ、聞こえています。フルシチョフ第一書記。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットラインだ。ソ連の最高権力者から。そうだ。へえ。数日前に戦争するぞ、我が国の主力設計局 OKB754 が核兵器で消滅した。ほぼ同時刻、我が軍の防空レーダーが帰国の軍用機らしい機影を。ああ、なるほど。これ仕立て上げられちゃうんだ。覚えは俺たちがやったみたいな。そちらへの報復体制を整え。ああ、もうダメだ。我が軍には現在核戦争始まっちゃう。第二戦備体制が発令されています。もう核戦争始まるよ、このまま。終わった、世界は。次第では直ちに第一戦備体制へ移行。アルマゲドンの唇を切る命令を下さなければなりません。私はあなたの前任者と共にあのキューバ危機を乗り切った。終わった。しかもスネークももうその責任取らされそうです。スネークも処分されるし、絶対この危機を乗り越えるにはあなたの真摯な態度が必要です。こちらから連絡すべきでした。1週間前我が軍の兵士がそちらへ亡命したのはご存知ですか。核のボタン連打しちゃう。ついご存知ない。手引きしたのはグルーの大佐エブゲニー・ボリソビッチ。ちゃんと言うんだ。なんか亡命したやつがやったんだよみたいな。ブレジネフ派の。続けてください。その兵士とは。第二次大戦か、連合国中の優秀な兵士。でもなんかザボス売られちゃうのかな。じゃあ我々に、それはそれ、まあ亡命したから仕方ないんだろうけど、自分を売ったんだから仕方ないけど。あなたの国ではボエボーダとも言われています。戦士。なんと、あのボス。あのボス、かのボス。特殊部隊の母が。母。そうです、小型核砲弾を2発。あのザ・ボスが小型核砲弾を。遺憾ながらそちらへの亡命の手土産だったのでしょう。原子戦闘グループ投射システムデイビー・クロケットは2年前に完成していました。ただ射程精度などに問題が見つかり量産はしたものの実戦配備はしていません。いや、なんかさ、その生身の人間が核撃つってやべえだろ。ボロフ設計反動で死ぬぜ。丸ごと消滅し汚染された。その件には哀悼の意を表します。でザ・ボスがボルギン大佐の手引きで開発中の核弾頭を2発
手土産にして我が国へ亡命した。でも手土産じゃないよね、結果的になんか自分の国ぶっ壊すんだったら。我が軍の極秘研究機関であるソコロフ設計局がその核で破壊されたというのですな。そうです、アメリカ政府は一切関与していないと。そうです、まあ、うちはもめだよって我々は一切関与していません。言うと、ではレーダーに映った軍用機の機影は本当だよ、明らかに領空侵犯です。俺たちは何なんだよ。あなたの命令ではないと。そうです、あくまでも一兵士の亡命、それを信用しろと。そう言うしかありません。なんでやね。絶対他の人たち操縦してるの一兵士じゃねえよ。偽装亡命だと。何度でも申し上げますが、うん、我が国は関係です。無茶がすぎる。それを信じたい。しかしキューバ危機、明らかに俺たちもソコロフ盗もうとしてたし、さらっと水に流そうとしてる。アメリカ政府によるものではないという証拠がいるのです。週間だから北極のあれで誠意見せてみろ。あなたたちの手でそのザ・ボスを捕らえ、残りの小型核砲弾。うわー、なんか難易度高え。絶対ボスと戦うことになるし。そうか、身の潔白を証明してください。なるほどね、潔白。そうです、で北極にいるっつってたもんな。痛みを伴う潔白です。てか北極ってかさっき来てたけど、今回の事件がそちらの偽装亡命ではないという証拠を見せていただきたい。ザ・ボスはボルギン大佐の近くにいるはずです。そちらの協力は。あ、協力してくれんの。期待しないでほしい、政局が不安定なのです。しかもボルギン大佐は現政権転覆を狙うブレジネフ派。一週間です、一週間のうちに願わくばボルギン大佐の排除。それはどういう意味ですか。なんか戦争相手となんか協力してるし。意味などない。私とあなたのこの関係を保つ上での支え。さりげなく自分の地位も上げようとするっていう。潔白が証明されなければ私も軍部を抑えられない。私は解任され、彼らは報復に出るでしょう。我が国を核攻撃すると。今回の処理はあくまであなた方アメリカ独断で行った。しかも責任は負わないって言ってるし、こうやって処理ですか。失敗すれば再び世界大戦が始まります。つまり全面核戦争を回避するには例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなきゃ。そこでスネークに任せられるっていう。アメリカの手でザ・ボスを抹殺することが潔白の証明。クソ信頼されてるけど、スネークってそんな優秀な兵士なんだね。いいか、この任務は前回失敗したけど、おいら方はそう判断した。相当信頼されてるね。最後の弟子だ。しくじればお互い葬られる。選択肢はない。どっちかが死ぬんだろうな、ザ・ボスかスネークかが。俺の技術的には多分俺が死ぬ可能性があるけど。君と我々の通信用に KGB が管理している通信衛星を一つ曲がりさせる約束を取り付けた。それだけか。それと内通者を用意するそうだ。内通者。1960年9月の亡命事件覚えてるか。 NSA の暗号解読員2人がソ連へ渡った。そうだ、彼らはその後こういう時のために KGB で訓練を積んでいたらしい。なんじゃそりゃ。コードネーム、アダムとエヴァ。エヴァとアダム。そのうちのアダムがボルギン大佐の元へ潜入しているそうだ。脱出経路も彼が用意する手。アダム、男かな。名前的に男っぽいけど、アダムとアダム。Gがやべえ、Gが。さあ任務が始まるんじゃないですか。これが一番大変なんだな。コントロール、高度3万フィート。国籍不明の飛行物体を発見。推定速力マッハ3以上。なおも南下中。まもなく見失う。水の中に水上に着陸するんだ。え、これ
マッハ3で山に突っ込んだらやばくない？どういう感じで着陸するんだろう。もう映画みたいな感じだね。ムービー多分プレイ時間と同じくらいの長さムービーあるよこれ。いいね、映画見る感じでいいね。Gがやばいよ、絶対Gやばい。またバクバクスカッスカッてなっちゃうから。よく着陸できるなマジで。ゲボとか吐かないんだねやっぱり、トレーニングしてるから。さあ、まあここでもまたサバイバル生活が始まると。基本ジャングルだな基本。よいしょ、通信来るんじゃない？こちらスネーク、聞こえるか？聞こえるぞ。まずは着地に成功したな。かなり流されたが、うん、スネーク、君の任務をもう一度。核弾頭とザボスの確保でしょ。ソコロフの救出。あ、ソコロフもか。シャゴホッドの開発状況の調査、破壊、そしてザボスの抹殺。多いな、やることが。ザボスの抹殺。なるほどね。本作戦はスネークイーパー作戦と名付ける。あ、出た。タイトル回収。部隊を相手にするからか。さらにグルーのスネークイーター、コブラ食いの男。これは殺し屋じゃない。分かっている。しかしソ連政府の要請は。絶対あの電気のやつとか強いもん。変な攻撃してこ来そう。要求じゃないのか。現政権を脅かす大佐一派を暗殺することが、米ソが核を使わずに済む。それが現政権を支持するということだ。CIA の要請は、ソコロフの救出とシャゴホッドの破壊が最優先だ。分かった、トム少佐。待ってくれ。どうした？コードネームを変える。やはりトムでは縁起が悪い。なんで縁起が悪い？どうして？実はな、私のコードネームの件だが、記憶違いだったんだ。記憶違い？去年流行った大脱走という映画を見た。何それ？見たことない。ナチスドイツの捕虜収容所から脱走する実話を元にした映画だ。捕虜たちは逃げるために3つのトンネルを掘るんだ、うん、だが途中で2つが発見されてしまう。捕虜たちは残る最後のトンネルを使って脱走に成功するんだ、うん、そのトンネルの名前はそれぞれディック、ハリー、トム。どれが成功したんだろう。わかった。あんたは縁起を担いで脱走に使用されたトンネル名をコードネーム。でも見つかったやつ選んじゃったみたいな。そのはずだった。はずだった。間違っていたんだ。実際はハリーが正解だった。ディックじゃないの。トムは途中でナチスに発見された縁起の悪い方のトンネル名だったんだ。もう一度映画を見て確認。お前だからさっき前回の作戦で俺たち見つかったんじゃないの。取り寄せたんだ。それはそれは気持ちのいい話や。もうやめてな、そういうとこで俺の運を使うの。うん、やはり今まで通りゼロでいい。分かった、ゼロ少佐。ゼロ少佐、一から仕切り直しということだな。いや、ゼロからのリトライだよ。私の周波数は 140.85 だ。それからスネーク、パラメディックにも作戦に参加してもらっている。はいはい。彼女にとっても最後のチャンス。みんな殺されるのか。失敗すれば医師免許は剥奪される、うん、似たようなものだ。周波数はバーチャスミッションの時と同じ 145.73 だ。任務の記録も同じく彼女に行ってもらう。周波数は 140.96、はい、こちらも前回と。じゃあザボスの回線だけどうするんだろう。それともう一人サポートをつける。武器装備最新テクノロジーの専門家、ミスターシギントだ。何それ。設計局に潜入して最新兵器を相手にするんだ。わからないときは彼に無線しろ。あ、なるほど。ボスのヒントみたいな感じか。了解です。ミスターシギントだ。ミスターシギント、はい。この先の廃工場で KGB の協力者アダムが待っている。アダムとイブがいるらしい。ソコロフが捕らえられていた廃工場だな、うん。そうだ。まずはアダムと合流せよ。彼がソコロフ救出の手はずを整えてくれている。さあさあさあ。そのアダムの風貌を見せてくれよ。廃工場まで行けばわかる。ここはあの核爆発の汚染地。あ、もう人すらいないんだ。人いないところが楽だね。他に誰も近づかん。動物が敵とか。次は合言葉は愛国者はラリルレロ。何それ。ラリルレロ、はい、ラリルレロ覚えておこう。今回は装備に45を加えてある。へえ。ただし銃声には気をつけろよ。え、じゃあ殺せるの。装備は現地調達がフォックスのやり方じゃなかったのか。そうそうそう。今回は事情が異なる。
君がアメリカ政府の工作、まあ、今度は殺しが入ってるから、ね、任務に調査奪還だけじゃないから、ある程度必要なのだ、少なくともフルシチョフ政権、うちがやりましたよって証拠になるもんな、逆に。しかし潜入任務であることに変わりはない。いいかスネーク、君が失敗すれば、それは全面核戦争。俺が死んだら核戦争ってやばいな。くれぐれも慎重に頼む。なんか、分かった。俺のうんこで世界滅亡みたいな。作戦を開始する。俺が死んだら核戦争だぜ。すげえ、なんか、スネークってそんな重要人物なの？そんなすごい兵士なのかな？わかんないけど、行くか、じゃあ。さあ行きましょうか。ちょっと周り見渡してみる。なんか、動物とか、いるかな？いいと、とりあえず腹が減るからさ。で、ちょっと、まずカモフラから行きましょうか。うん、あでもこれが一番だな。ブラックの方がいいかな、夜。もう仕方ない、紛れるためには仕方ない。ブラックあんまり好きじゃない。あ、ちょキノコ取れるこれ。スタングレネード、へえ。敵を気絶させることができる自動拳銃。ナイフ、まあナイフかな。よし。あ、スネークもいるじゃん。よし。スプリント。スネーク H。オッケー。じゃあ行きますか。うん。まあ、なんかサクッとアイテムも取りつつ。なんかちょっと操作慣れてきた感じするけど。あ、なんかカエルがいる。カエルいたんだけどな、そこに。いるいる。フロック、え、ちょ、フロック手に入れたから電話しようぜ。母ちゃん、母ちゃん、俺カエル取ったよって。やだな。カエル取って電話するっていう。スネーク、また声が聞けて嬉しい。お久しぶり。俺もだ。一週間ぶりだな。四日ぶりよ。入院中に会いに行ったの。てか、あなたそんな何日も前にさ、入院してた人間がさ。では俺の裸も見たわけだな。そうなんだ、包帯とチューブだらけ、何もできなかったけど、なんかしようとしてたんだったら。そうね、だけど昨日までそんな状態だったってことは忘れないで。本来なら任務なんてもってのほかなんだ。なんで動いてんのかってとこだよね。スタミナゲージに注意しなさい、うん、スタミナが低下してきたらちょっと HP 減りやすいとかなのかな、もしかして回復させるのよ、うん、怪我にも気をつけて。重傷を負ったり毒のある生物に噛まれたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療して。わかった。しかし君は相変わらずやかましいな。どういたしまして。あなたも、まあ電話が醍醐味みたいなゲームっぽいしな。それはどうも。ところでこの作戦が失敗すれば電話って言い方よくない、君の医師免許も剥奪されるそうだ。まあでも命取られるよりマシじゃない。そんな話もあるらしいわね。でも世界核戦争になったらもう医師免許とかどうでもよくね。もう世界終わるから。だけど本当は医師免許なんてどうでもいい。どうでもいいっしょ。だって世界終わるぜ。作戦への参加を強制されたわけじゃないのか。いいえ、自分で申し入れた。どうして。あなたを見張るためよ。いい彼女じゃん。いい愛人だな。スネーク、うん、あなたは優れたエージェントよ。でも無理をしすぎる、危なかしいのよ。いい女だ。誰かがでもスネークはザボスの方が、ザ・ボスと差し違える、ね、絶対差し違えると思うけどね。俺もお前を殺して俺も死ぬみたいな。お目付け役として私以上にふさわしい人はいないでしょ。いい女だ。ありがとう。これ素直にありがとうと言える人材は重要。俺は帰ってきてからにして。フラグだな。行くか。ちょっとシギントさんに挨拶しとく。じゃあ一回よ。あんたがスネークか。あ、お前が藤原刑事。そうだ、よろしくな。かっけ、少佐からは武器装備、最初もう今のヒロシ、藤原刑事じゃねえのか。と聞いてるが、まあ、そいつは間違いだ。俺は武器装備、最新テクノロジーについての特別にすごい専門家だ、うん、あんたの麻酔銃やアクティブソナー、胴体探知機なんかを作ったのも俺なんだぜ。へえ。まあ、武器や装備のことや敵の兵器について聞きたいことがあったら俺に先導してくれ。じゃあな。行くか。いいね。いい役が揃ってる。
すみません、じゃあ進みましょうか。ちょっとムービーが長かったんでね、皆さん少し睡眠時間に入ってるかもしれませんが。よし。